アイルーはカプコンのハンティングアクションゲームモンスターハンターシリーズに登場する架空の獣人で猫に近い容姿をしている。アッシュにメラルーがいる。アイルーたちを主人公としたスピンオフ作品にモンハン日記ポカポカアイルー村シリーズがある。アイローフロムザモンスターハンターとして単独のキャラクター展開も行われているほか宝島社のブランドムックにも取り上げられている。 食造目アイルーカ全長、約39センチメートル全高約116センチメートル足の大きさ、約13センチメートル、モンスターとして登場する一方で、人間の言葉を学習し喋るものもおり、一部は人類と街や村で共生している。なお、モンスターとして登場しているメラルは、猫の鳴き声を上げているだけのように見えるが、実際は、 アイルー独自の言語で喋っているという設定で人間社会にいる者たちは自力で人間の言語を学習したバイリンガルである。ハンターギルドに所属しているアイルーはクエストやモガの森で力尽きたハンターを逃げるまでキャンプまで運ぶ救助隊を担っている。モンスターハンターポータブル以降キッチンアイルーとしてハンターのステータスに様々な一時的効果をもたらす食事係を 担うようになった。モンスターハンターポータブルセカンドでは板前バージョンも登場。モンスターハンターポータブルシリーズではネコバーがアイルーの圧戦を行っている。ロックラックの観光協会に所属するアイルーたちはお揃いの制服で街中のガイドを行っている。アイルーの足として位置づけられており、様々なフィールドにモンスターとして登場する。 砂漠の岩場などに巣穴を掘って群れで生活しており、ハンターの持ち物を奪うこともある。基本設定や外見はアイルーと変わらないが、常に猫ピックを装備している。モンスターハンターポータブルセカンド G より、ハンターの狩りに同行するオトモアイルーが登場している。オトモアイルーはそれぞれ性格や攻撃系統、傾向が異なり、MHP セカンド G では、 シングルプレイの際に1匹同行する。モンスターハンターポータブルサードでは、シングルプレイの際に2匹まで同行するようになり、アイルーのブグや装備のカスタマイズが可能となった。また、ダウンロード特典で手に入るお供アイルーを除き、自由に名前を付けられるようになった。モンスターハンター4にも登場しており、新たに猫式下流者などの合体儀が登場する。 モンスターハンターフロンティア G においては G5 アップデート時にパートニャーという名称で実装されている。しかしラスタやパートナーといった人間の NPC ハンターが充実している本作ではそれらと比較すると戦力としてはほとんど期待できない。シリーズが進むに従って個別のキャラクターとして認識されているアイルー、メラルーも登場している。 カプコンは2011年3月31日にグッズ特設サイトアイローフロムザモンスターハンターを正式オープンした。造形はポカポカアイルームらシリーズ同様のディフォルメデザイン。全国のサービスエリアを中心にご当地アイルー、ご当地メラルーが発売されているほか、ハローキティやマイメロディといったサンリオキャラクターとのコラボレーションも行われる。また、 モンスターハンターシリーズとタイアップしたグッズではゲーム内のアイルーたちに近い造形のものもある。ありがとうございます。